はい、ありがとうございます。32回目の優勝を果たして、はい、今はどんな心境でいらっしゃいますか。もう本当に後半戦は何ていうの、記録だけで上位に上がったっていう感じがしますね。後半戦、まあ4日間早いはずなんですけど、なんか薄く感じたという、なかなか時間が進まないという感じがしましたけどね。あの横綱番付の発表の時に、はい、記録は破られるためにあるのは、大鵬さんと言葉ではないけれども約束をしたと、そうおっしゃってましたけども、はい、その約束を果たしたわけですね。果たしました。まあ、親方は、うん、黙って寝てましたけどね。いや、まだ何時だね。この優勝は特別ですね。この場所出ることで、なんか自分がいいものをね、得るだろうという感覚でしたし、まあ、そこは、まあ、優勝しましたけどね、まあ、天皇賞はなかったという、まあ、悲しい思いはしましたけど、この優勝しなかったら、昨日のインタビューはなかったと思いますね。まあ、本当に恩返しと約束を果たせたこの優勝ですから、まあ、この大記録にね、恥じないよう一生懸命やっていくことが、今後の私の目標と、皆さんに恩返しという言葉が一番似合うかもしれませんね。